はじ、えー、めまして35歳女です大学卒業後保育士として働いてきましたが私の能力では規定の人数で子供の命を預かることに限界を感じ転職を考えています、えー、現在個人年金ドル等以外で貯金が1000万ほど貯まったので、えー、ハリーキューアンマシアツ市の受験資格を得られる学校に通いゆくゆくは開業できればと思っています家賃のかからない物件のあては新聞にありますがこの計画素直にどう思われますか えっと、その物件の話をしてるのでいきなりお店というか店舗を開くというのを考えてらっしゃると思うんですけどまず一回どっかあの働いた方がいいですよその資格を取った人に。結局その,あの店舗を開くっていうのは店舗を開いてそこにお客さんが来てもらうっていう営業行為が重要になるんですよ。なのでその「新旧ができます」とか「あんまができます」っていうそのスキルっていうのとその営業してお,金そお客さんを集めるって全然別のスキルなんですよね。 なのでまずその他の普通に働いてるところに就職してであんまとかやってお客さんを増やしてで今度独立するんですよっていうのでそこのもともと自分についたお客さんを引っこ抜いて連れてくるっていうのをやった方が多分営業が得意じゃないのであればそっちの方が安全だと思うんですよね。あのこの話前にもしたことあると思うんですけど僕はぎっくり腰に今までの人生で2回なったことがあってでまあ2回目はあの自分で直し方なんとなく分かったんで直したんですけど。 1>, で1回目にえっとねで,すよでその,あのうちのその彼女というか奥さんというか細君というか妻というかがその通ってるあの笹塚にあるその,あのマッサージというかあのなんかあの腰を揉んでくれるところであの広瀬先生っていうところの人がいてであの2週間全く治らなかったんですけど1回行ったらそこで治っちゃったんですよ。 なので僕も二度と行かなかったんですよ。もう治ったから。で、あの、広瀬先生優秀だよねっていう話をしてたら、広瀬先生の店笹塚なくなっちゃったんですよね。<laughs> あの、いや、結局だから優秀すぎる先生って一回で治しちゃうからお客さん続かないんですよ。で、すごいあの不器用な、まあその,あの営業がそ得意じゃない感じで話もそんなに上手い感じじゃないんですけど、腕だけは確かなったんですよ。ただ、なくなっちゃったんで、 だからなんかそやっぱり営業って大事なんだよねっていうのは本当に思いましたはい。広瀬先生どっかでやってると思うんですけどもったいないなと思いました優秀すぎるとお客さん来なくなっちゃうんですよね